西口はこれ以上ランナーをためないことですね。はい、ライトへ大きな打球になる。どうだ、いった。第3号の田中賢介スリーランホームラン。再び点差は1点。4月11日ホークス大隣から打ったホームラン以来のホームランになります。5対4。田中賢介にホームランが飛び出しました。高めにこうスーッと入ってしまいました。一番投げてはいけないとこだったですね。今の1球は、はい、悔やむでしょう。そうですね。